アキ i サ a イ・アキラ・サカイ・アキラ・シュ・ジャパン。ドルメンズ・ウィッド・ハウス・ン・クマモト・フレイフェクチャ、ジャパン。クマモのドルメン。クマモト・ケ在住のサ井明さんという方が、クマモト・ケにあるドルメンの写真を何枚か送ってくださいました。まずそれを皆さんにご覧いただきますけども、やはり、 墓とといいうことになっています本当に墓なのでしょうか、まあ、この続くビデオをご覧くだされば皆さんの常識も変わると思います。これが鬼の釜古墳です。大きな岩を載せていますね。まあ、大変大きなものだと思われます。で、これが 古墳だというわけですね。でもう一枚は「菜園古墳」と読むのでしょうか。まあ、こちらの方はですね、まあ、日本風に言えば上のまあマウンドがですね、取り除かれているということになりますが、それも本当にそうなんでしょうか。もう一度、この鬼の釜古墳を見てください。酒、まあ、井明さんはですね、えー、何年かおきにですね、こうしてまあこの古墳を調べられて、まあ、写真を送ってくださいました。 で、それがしょ、一番下が正面図ですね。で、大きな岩を乗せている。まあ、この説明によれば上にマウンドがあったんだけども、それがかなり削り取られ、今はないというわけですね。そして、厚さ80センチの巨石をくりぬいたものであると。はあ、高度な石材加工技術が伺かがわれるまあ、そういうことなんですね。 で、その、この、まあ、古墳についての結論は、えー、この後のビデオにつなげておきますが、まずその前に、まあ、先日作りました、えー、ビデオをご覧ください。えー、結論は27分10秒後に、また皆さんに話したいと思います。Thank you very much for watching and b y e h e l l o This is Atago and Hiroshaya Shi Japan. Dolomens for human sacrifice. Two mans for cages of humans. 人身供養のためのドルメン。円墳は人間を閉じ込めておくための檻であったという恐ろしい話です。墓田、墓田、墓田。墓田、墓田、墓田。日本人は何を見ても墓田、墓田。 墓だ。どうしてこんなにも墓が好きなのでしょうか本当に墓なのでしょうかもう少し広い視野でものを考えてみたいと思います。たごさんからこんなメールが届いています。新しいいタイプののドルメンが見つかったというのですね。まずそのビデオをご覧ください。 このドルメンは大きな岩を上からくりぬいて作ってあります。そして 大きなってますか岩をですね上に蓋として乗せています墓や食料庫のためにこんなものを作るでしょうかというのが私の疑問です説明文によればこのドルメンも墓あるいは食料庫ということだそうですがこんな、まあ、奇妙な絵をですね、まあ、ベロッキオとダビンチが書き残していますまずその 絵を見ていただきますが、この中に、その、穴あきドルメンが出てきます。そして、その、穴あきドルメンの、左には、ひ人の、虐待された、子どもがいます。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamase d Japan. Human Sacrifice.、Uh, I have been teaching children for over 40 years, so Uh, when I found these boys were bruised in some part of his faces, I was very much shocked. So I just tried to re-examine this uh, oil painting uh, painted by Verroccio uh, and Leonardo da Vinci uh, in Japanese. やっはり 子子供たちは明らかに打撲症と言いますか、あの、虐待を受けてますね。あの、で、なぜこんな虐待を受けた、え、虐待を受けてるかという部分と、それからなぜこんな虐待を受けたのかと。あれはもう一つは、あの、やっぱりなぜこんな絵をね、 あのダヴィンチが、まあ、描いたか、まあ、ダヴィンチとベロッチョと書いたわけですけども、ベロ最終的にはダヴィンチがあの完成させたということになってますけども、なぜこんな絵を描いたかということなんですよね。でそれについて、まあ、これ気になる事実があるんですけども、ヨハネの福音書ではですね、人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありませんと。人の子を食べろってわけですね。まあ、現在、これについては、キリスト教側はですね、人の子というのはキリストのこと言ってるんだと。神の子 ということは言ってますんで、私もう一回確かめてみました。本当にそんなことを聖書のね、福音書に書いたのかどうかということなんですけども、確かめてみましたら、やっぱり人の子となってましたね。神のことは書いてありません。それで、まあ、あの、従来というか昔はですね、まあ、あの、キリスト教でも、ヒンズー教でも、担当らでもですね、いけを、ま、重要視していたわけです。そして、その生贄というのは人間の子供であったわけですね。 ケツアルコアトルっていう、まあ、南米、アステカのね、恐ろしいあの蛇の頭をした神様もそうだったんですね。で、私はここであの、前から言ってますように、なんでこんなところに穴あきドルメンがあるかということなんです。穴あきドルメンっていうのは、コカサ図で3000個以上見つかってますけど、その近くいう、まあ、そば、そばでですね、この前あの、友人の加藤さんが行かれまして、若い少女たちが犠牲になって、その頭蓋骨があ、いっぱいあったということを報告してくださいました。 頭蓋骨だけで体はそのるとこれは本当にキリストなのかこれは本当にあのバプティストのバプティズムあの人のヨハネなのか私は疑問に思いますということを考えながら皆さんもう一度あのアナギドルメについてのビデオをご覧になってください簡単におさらいしてみますこれはアンドレア・デル・ヴェノチョとダビッチが描いた絵だと言われています 最後の仕上げはダービンチがやったという、まあ、説もあります。この絵は大変奇妙な絵なんですね。今も説明しましたように、この中に二人の、まあ、天使が描かれていますけども、二、まあ、人とも様子がおかしいですね。まずこの目を見てください。まあ、虐待を受けた目ということになります。大きく腫れ上がっていると言いますかね。そしてこの目も、まあ、おかしいです。目の下に大きなあざができています。 で、もう一人の天使の方もですね、やっぱりおかしいんですね。目が腫れ上がっている感じです。まあ、二人の子供は明らかに言っていますか、私たちの常識によれば虐待を受けた子供ということになります。で、それだけではないんですね。この絵の中には、ここに手のようなものが描かれています。明るくしてみます。 そして手だけではなくて、どうも足も描かれているようなんですね。この足については、まあ、絵によってですね、はっきりわかる絵と、といいますかあの、いわゆるその写真ですね、によってはわかるのとわからないのとがあります、まあ。ともかくも、この隠し絵手法でですね、ここに足が描かれているように思います。これはははっきりしないということにしておきます。要するに、ここに手と足が描かれているんですね。どうしてかと言いますとですね、この天使の 左側の子供を見ていただくとそれがわかります。この子供はですね、まあ自分の左足がないように見えますね。そして右手もないように見えます。虐待なんですね。が、これだけでは虐待ということになりませんけれども、もう一つこの中央を見てください。ここにあるのがドルメンです。丸い穴が半分水に浸かっています。 いわゆる穴開きドルメンなんですね。どうしてこの虐待を受けた、と言いますか、受けたと思われる子供2人と穴開きドルメンが同時に描かれているかということなんですね。というのは、ダヴィンチの時代にはこうした穴開きドルメンが何のためにどうしてかということが、まあ、常識であったわけですね。で、それをまあダヴィンチがこうして描き込んだということになります。穴開きドルメンは、硬化させただけでも3000個以上見つかっているそうですね。もちろんヨーロッパにもあります。 それを見ていただくと分かりますけどもまあ墓というにはちょっと無理があるんじゃないのかなもちろん食料庫というのはさらに無理があります蓋の上げ下ろしだけで一日仕事になってしまうと私は感じます岩手の思いですからねでこうした泥面が高架札に残ってるわけですでこれは何かということなんですけどもまあ以前私は これが人間を閉じ込めておくための、まあ、檻であるというふう判断を下しました。いわゆる消去法で言ったわけですね。墓のはずがない。あるいは後の人がですね、墓に利用したケースはそれあるかもしれません。まあ、食料庫のはずがないですわね。墓であるならどうしてこうした丸い穴があるかということにもなるわけです。 まあ人間をまあね人が死んだらここ入れておくってことはどういうことなんでしょうかやっと人が出入りできるだけの子供がですね穴が開いていますインドでも同じようなものが見つかっていますこれがその報告書です地名場所は特定できませんでしたけれどもここに座標が書いてありました で、これがインドのドルメンです。まあ、ドルメンと言いましても、この岩をですね、立てて上に蓋したような形の、まあ、ものがあるわけですけども、一つは、いわゆる着陸台説ですね。UFO の着陸台。もう一つは、まあ、今言いましたように、人間の、いわゆる人間を閉じ込めていく。特に人間の子供を閉じ込めておくための檻であったという、まあ私の説です。まあ両方とも私の説ですけどもね。 やはりこの丸い穴が開いているのもあるんですから、あの場所によってはですね、あの四角い穴が開いているところもあります。そして、あのコーカサスのドルメの中にはですね、その真ん前にですね、ちょうどこの穴の大きさに合わせた別の岩があるところもあります。すなわち、蓋なんですね。で、これがコーカサス。トルコでも見つかっています。そして、今紹介しましたように、インドでも見つかっています。が、それだけじゃないんですね。 実は同じコンセプトを持って同じように作られたものが日本にもあります。円粉なんですね。円粉って言いますかね。は、一つ違うところは、日本の場合は上に土をかぶせて丸く持ってあるという点です。こうした古墳も見つかっています。で、この家を取って、そして上に土をかぶせてみます。 こうしたものがこうした円,円墳がですね日本全国、まあ、それこそ数えきれないほどあるわけですねが作り方のコン,プコンセプトは皆同じです大きな岩をとにかく天井に置くことが一つの、まあ、習わしになってますねそして先ほどの愛宕さんが紹介してくださったこの、えー、ドルメンですけども もう一度皆さん見てください。まあ私がですね、これを、えー、人間を閉じ込めておくための折だと言いますと、馬鹿げているというふうに思う人は多いかと思います。ならばお尋ねしますけども、これが食料庫や墓であるということの方が、もっと馬鹿げているのではないでしょうか。大体いいこの蓋をですね、上げ下ろしするだけでも大変ですし、どのようにして上げ下ろしをしたというのでしょうか。 また、亡くなった方をですね、中に入れといたら、どういうふうになるのでしょうかもう一度簡単に、このドルメンが作られた様子を、まあ、考えてみますとですね、大きな岩を見つけて、上からのみと必ずしだけで掘っていくわけです。そして、まあ、広い空間を作って、そして穴を開けて、わーい、できたこれが墓だこれが食料庫だという話を、あなたは信じますかそれとも、私の話を信じますか どちらの方が合理性があるでしょうかという視点で、もう一度皆さん考えてみてください。日本の塩分は塩分はですね、人間を閉じ込めておくための檻であったというのが私の説です。ということで、どうも、Thank you very much for watching and see you again next time. Bye for now.Humans were food for aliens whom You m a a l l gods. It's evidence and proof. 人間は私たちが神々と呼ぶエイディアンの餌でしかなかった。まあ、人間が人間を食べるということは別に珍しいことではなかったんですね。私は知る限り6000年ぐらい前からそして中世 特に中世のヨーロッパでいわゆるキャニバリズムいわゆる人間が人間を食べるということが普通になされていたようです、えー、食料がなくなるとですね隣の村や国へ攻めていっては捕虜を捕まえそれを食用にしたというと記録はたくさん残っていますまあこれは人間の話ですけどもでは 神々はどうであったかということなんですね。実は人間は、まあ、奴隷だったというのはまだ良い方で実は餌だったんですね。そのことはマアステカ文明を見ただけでもわかると思いますけどもこうした、まあ、人間がですね神々の餌であったという事実は世界各地に残っています。 インドでもヨーロッパでもそして実はこの日本にも残ってるんですねまあこうして子供を差し出しそして神がそれを受け取り食べていたというわけでありますそしてこれがまけにの跡ということだそうですもちろん西洋の神々も人間を食べていました そこでドルメンと古墳が何であったかということを考えますと、神々の目的がわかります。これは日本で見つかった、まあ、石室、ドルメン風ですね。それに山を乗せてみますと、まさに円墳になるんですね。私たちが古墳と呼んでいるものです。コーカサス地方にはですね、こうしたドルメンがですね、 硬化さサだけでも3000個以上見つかっているそうです。ちょうど人間の子供が通れる穴が開いていることが特徴的ですね。で、ケイマイカさんは Y の研究家で知ら,、えー、知られていますけれども、これはいただいた本です。そのケ光マイカさんがですね、実は、ということで、こんなレポートを送ってくださいました。 アアルメニアへ行った時のことだそうで,すでまあ,あの一般の人は入れなかったんだけども自分たちは特別に許可をして,あの得てもらって入ったというんですねそしてそのそこで知った説明にはあぜんとしたと一般にはもう死者を伴う弔,弔う場所ということになってたんだけども実はそうではなくて頭蓋骨がですねしかも7歳から15歳という若い少女たちの頭蓋骨が もう多数見つかったとっいうんですね。そして空の少女は明らかに食べられた跡が,残っがあるというんです。まあ、これはちょっと時代はずっと古いんですけども、6000年前ということになるんですね。まさに少女たちは餌であった。まあ、この辺りはまあ実は、あの、はい、まあ、トルコ中部に近いわけですからね。 これからも同じようなものが続々と出てくるだろうというふうに、そこの研究者は話しておられたそうですというレポートをいただきました。これが、あの、恵子さん、舞香さんに送っていただいた写真です。こうして洞窟があり、 その中に今こうした骨がたくさん見つかったという、見つかっているということですね。現在まだ発掘中です。これがあの高、コーカ同じ高ーカのあの、ドルメンのある場所を示した,したところなんですけど、このドルメン。もう一度よく見てください。普通ではないですね。一応食料庫ってことになってますけども、こんな重い蓋って言いますか、岩の蓋をつけたらね、 食料を入れたり出したりすることだけでも一日仕事になりますよ。ですから、あの、考古学者の言う食料骨折は全く馬鹿げてますね。そしてこれなんかもう、さらにですね、もっと驚くべきことに、それから、そこから4400キロ離れた、このインドのここの場所,で場所でですね、同じ形のドル面が見つかってるんです。これがそれです。 上に大きな石を置き、丸い穴が開いている。まあ、破壊されてますけども、こうしたドルメンがインドにも残っているんです。コンセプトが同じだということはお分かりになりますね。まあ、破壊されてますから元の形ありませんが、この辺はドルメンだらけだそうです。本当に人間が通れるだけの穴しかないんですね。 コーカサス。それからヨーロッパでも見つかってますよ。全域で。それからインドでも見つかったということなんです。まあ比較してみてわかりますように、コーカサスとインドのドルメンは同じなんです。4400キロ離れて同じなんです、皆さん。この事実をどういうふうに考えますか、皆さんは。食料こと考えますかさらにこれは日本です。日本ではこういう形で現れることが多いんですけども、その上に。 土をかぶせるわけですね。そしてマウンドにするわけです。こうすればもう中に入った人間は絶対に逃げられませんね。そしたらですね、ヘラクレスさんって方からですね、名古屋にも同じような似たようなものがあるというあことをあ連絡がありました。ヘラクレスさんからですね。ヘラクレスさんどうもありがとうございました。これは大変な発見です。 で、これが、左が名古屋で、まあ、にある、現在ある、あドルメンですね。穴開きドルメンです。右がコーカサスのドルメンです。皆さん比較してみてください。この事実をどのようにお考えになりますか実はこれからこのビデオの制作が終わったらすぐ名古屋へ行ってこれを見に行って、あの、見くことになっています。で、もう一度皆さん。 日本の円墳、古墳を眺めてみませんかまあお気づきの方も多いと思いますけども、日本の古墳はですね、こうした丸い土塁を作ってるわけですけども、土塁の割には部屋が小さいですね。そしてその部屋がですね、巨石で作られているんです。これは例外なく古墳の小部屋、岩、室はですね、巨石が使われてるんですよ。 あのそんなね、手で持って運べるとか、そんな大きさじゃないんですよ。それこそ何十人、ひょっとしたら何百人という人が出て、石を積まなければならないような、そういった、まあ、石組みなんですね。そして、びっしりと岩が組んである。天井にもそうした岩が組んであって、その上に、 丸いというか円形のなる,なるように土がかぶせてあるわけです。これはあのまあワイフにまあ測ってもらってますけどもはいこれは奈良の石室ですねあの三上山の下にあります。 先ほどのあのか上山です。み上山ですね。で、これはまた別の、これはあのこの前行ってきました愛知県の、愛知県のあ古墳ですけども、やはりもう巨石で作られてるんですね。 食料庫や墓だったらこんな巨石を使う必要はないわけです。さらにその上にマウンドまで作る必要はないわけですね。しかも驚くべきことにその作られているコンセプトですね。一番奥の壁にですね、巨石を置き、そして横,横をまず作って、その上にまた天井に、天井用のですね、巨石を並べておくというこのコンセプト。そしてところどころにカモイのように巨石が置いてあるというコンセプトは共通してるんですね。 これも愛知県であの先日見てきたあの古墳ですけども、一番奥の壁になっている岩を見てください。こうして巨石を、巨石ですよ。そして、まあ、作られている。ってことなんですよね。で、もう一度その日本の、その、なんて言いますか、古墳というものがどういうものであるかということを考えていただきたんです。これは長野のね、甲府であの見てきました。 能登、えー、さんという方に案内,を案内をしていただきましたが、ここもそうなんです。巨石なんです。そして、天井もご覧になっているように、やはり巨石で作ってあるんですね。全く作り方が同じなんですよ、皆さん。どうしてこんなことができたか、したか、またする必要があったかということを、皆さんの常識で考えてください。で、私の結論はこうなんです。 遠い昔人間が神々と呼ぶ、まあ、エイリアンがこの地球にやってきたわけですね。まあ、エイリアンにしてみればですね、彼らはね、お人よしで地球へやってきたわけじゃないんです。そんなお人よしじゃ、お人しじゃありませんよ。ギバンテイクの目的があったんですよ。人間を管理するためでも、また教育するためでも、また支配するためでもないんで、そんなことは考えやしない。わけもないことですから。 人間はそう思うのを嫌われるかもし、嫌がるかもしれませんけれども、人間はただの動物に過ぎなかったんですよ。取るに足りない小さな動物、宇宙に視点を置いて人間を見てください。そんなことはすぐわかるでしょ誰がこんな地球のつま,らつまらない人間なんと本気で相手にすると思いますかあなたが宇宙人だったらどういうふうに考えるか、ちょっと視点を宇宙へ置いてみてください。彼らは太陽系のみならず、この銀河系をもですね、自由に、 自由に航行してるんですよ。それも何億年何、何十億年も前の昔からですよ。人間は奴隷になったってのはまだ良い方で、まさに餌だったんですね。ドルメも古墳もそのための檻でしかなかったということです。そこにしておけば、ドルメの謎も、そして日本にある古墳の謎も、すーっと解けていくわけですね。まあ、ともあれこれから名古屋まで行き、 ヘラクレスさんに教えていただきましたドルメンを私たちの目で確かめて続くビデオでそれを皆さんにご紹介いたします Thank you very much for watching and see you again next time. Bye まあこうして世界のドルメンと日本のドルメンを比べてみますとその作り方のコンセプトが同じであることがわかりますで日本では 墓ということになっていて、まあ、その範囲から一歩も外に出られないでいます。日本にそんなものがあるはずがないというまあ、前提でものを考えるからなんですね。日本人自身がま何、あ、て言いますか？日本の歴史をですね。否定してしまっているというのはとても残念なことです。もう一度このドルメを見てください。 このドル面がですね、まあ、コーカインドのドル面とコンセプトを同じにしているということなんですよね。で、この上にマウンドがあったんだけども、それは削られていると。そして、高度な石材加工技術がうかがわれると。それは80センチには送り抜くんですからね。まあ、普通の、まあ、なんて言いますか。はい、作業ではなかったものと思われます。 右が硬化させて見つかっているドルメンです。左が鬼の釜古墳ですね。そしてこれが再縁古墳群の一つです。巨石で作ってあります。簡単にまあ動かすことができるような、まあ、岩ではないと思います。岩というのは重いですね。30センチ、まあ、立方のものでもですね。 まあ手,手ではありませんね。私の家にもそういったものがありますがね、動きません。ということで皆さん、もう一度日本の古墳を考え直してみようではありませんか本当に古墳なのかという視点から、もう一度日本の歴史をですね、まあ、考え直してみようではありませんかということで、バーイ。皆さんどうもご覧くださいました。ありがとうございました。バイ。